はいどうも、ワドツです。すいません、電波切り替えたら切れちった。はいはい、どうも上ちゃん、こんばんは。どうすっかな、金がねえかんな。カラオケビデオ、カラオケで寝るのやだな。ビデオボックスか、温泉泊まりてえな。温泉泊まりてえ、温泉。音聞こえる？大丈夫かい？電波はある？静岡電波問題ない？どうも、電波 OK、 ありがとう。どうすっかな、マジで。静岡でまあまあ焼きそば食った、ビール飲んだ。でもさ、俺ほんと得だなと思うのが、地方行ってもキャバクラとか風俗に全く興味ないから、そこで金かかんないのはね、いいなと思ってんだよね。キャバクラ風俗全然行かないっていうのはね、得だよ。女に金使わないかんね。あ、プラプラ歩くか。飲む人とかだとね、女遊びとかで金使うからね、結構ね。快活クラブシャワーあんのかな。どっかあるかな。まあ、何でもあるっちゃ何でもあるけど、何もないっちゃ何もないんだろうな。っていうかもう終電ないのか、多分電車がなくなるのか。はい、こんばんにゃ。はい、こんばんにゃ。どうすっかな。どうしよう。野宿かな。今ね、いや静岡駅目の前だよ。パルチェって書いてある。パルチェの前にいるよ、パルチェパルチェか分かんないけど、静岡ではパルチェは有名なんだろうけど、正直俺はパルチェっていう日本語、パロチェかな、パルチェかな、分かんないけど、パルチェの前にいるよあれなんて呼ぶの、パルチェで合ってんの。静岡パルチェ前、パルチェって言うんだ。パルチェにいるよ聞いたことないよあそこがファッション最先端なの？若い子はパルシェに集まるのかい？ちょっとていうかラーメン屋も多いな、なんか。俺がいる方が栄えてる方だよね、多分ね。大体ね、田舎の町ってね、あの片方の町が栄えてて片方の町が寂れてるっていうイメージなの。合ってるよね。
なんかこの俺がいたさ、なんだっけ、両替町とかの方栄えてる方だよね多分。裏側行っても何にもないよね。どうなんだろう。これあるあるなんだよ、地方あるある。どうなんだろう。あ、こういう、あ、海も近いんだ、こんな感じなんだ。あー、マス目、あ、そうだね、中心部が、いやだからパルシェの前にいるよ、ロータリーの前にいる今、ロータリーだから栄えてる方でしょ、市役所、静岡、うん、だから 海に、海がこんな近いの？え、これ歩いて海行けるじゃん。え、マジか。あ、だから海の匂い少しするんだ。え、海見に行こうかな。え、このさ、トロ遺跡って何？トロ遺跡って何？トロ遺跡見れんのかな？え、海見に行かない？え、海こんな近い町なの？こんだけ栄えてて、えぐ。え、海見に行く、歩いて30分ぐらいでしょに、ねえ、海行こうよ、海、海行こう。ただ海の方電波切れるかもしれないから、電波がプツリ始めたらすぐ教えて、電波プツリ始めたらすぐ言って、ワード電波があって、田舎町特有の現象だから。今だから駅前、音声と映像を狂い始めたら教えてね。もう多分海岸沿いとかダメでしょ。え、いいな、海がこんな近い町いいな。え、20分ぐらい歩いて、うわ、めっちゃいいじゃん。そっか、山も水もある町なんだ、静岡。いいな、イタリアンレストランもあるしね、高級和食もあるでしょ、和食、イタリアン、もう最高ですよ。え、電波ある？早速不安になるんだけど。いや、高級でしょ。いや俺ほら生活保護基準だから基本的に。え、嘘、え、1時間もかかんの海行くまで。どうす、え1時間も歩くの？え、地図見た感じだと、え、駅から1時間かかんの海って？そんな遠い？マジか。え、そんな遠いんだったら行きたくないんだけど、往復2時間かけて海とか嫌なんだけど。え、そんな遠いの本当に？マジか。海諦めていいっすか？てか寂れてんな、こっち側こっち側もう駅そこなんだよ。うん、駅が真後ろにあるのにもうこんな感じなんだけどこれやっぱりね、表ハリボテなんだよ、田舎の街って。あの片方だけ栄えてて裏側はこんな感じなんだよあるあるなんだよ、だいたい住宅街になってんだよ裏がこれきついぞ、どうする？いや、酔っ払いだよ、酔っ払い。どうするか、うん、1時間歩いて海見に行く、どうする？どうしよう。電波ある？ちなみに。電波は大丈夫なんだ。お金はあんまかけたくないかな。お金かけるんだったら宿代にしたいから、
うん、タクシー使って海、まあでも歩くか、暇だし。うわ、なんかこのマンホールいいじゃん。このマンホールかっこいいカラーで、家康公って書いてある、このマンホールが家康仕様になってる。え、静岡の海ってどんな感じの海なの？静岡の海悪くない？まあ歩くか。別に1時間ぐらい歩いても死にやしないし。こうまっすぐ行ったら海じゃないの、ゆうわさん。違う？ひたすら脳縛りでまっすぐ歩いてみようか。うん、はい、おやすだやすだ。トロ遺跡近い？え、じゃあトロ遺跡行こうか。え、まっすぐ歩いていいの、これ。まっすぐ歩いていい？トロ遺跡着く？まっすぐ歩いたら。トロ遺跡が何なのか分かんないけど行ってみようぜ。知らん。道が合ってるかどうか知らん。そう、僕が歩いたまっすぐまっすぐ。まっすぐひたすら歩くっていうのやってみようぜ。駅南銀座って書いてある。駅南銀座。ちょっと駅南銀座をまっすぐ歩いたらトロ遺跡着くかもしれないから。あとは運に任せよう。リスナーさんのコメント信じるわ。オッケー。ひたすらまっすぐ歩くよ。暗い。あと暗い。オッケー。オッケー。まっすぐ歩くよ。ひたすら。え、ちなみにトロ遺跡っていうのは何なの？何が何だか分かんないまま酔っ払ってるからただ歩くっていうね。まあでもね、地元の人はこういうのが嬉しいんだよね。うん、わかるよ。地元の人はね、やっぱね、地元をね、探索してもらえると嬉しいんだよ。特に静岡とかってさ、配信者来ないでしょ、あんまり。静岡はね、来たいなと思ってたんだよね、前から。うん、いいんだよ。適当なのが売りなんだから。うん、寝てるでしょ、平日だから。今日、え、今日土曜日？今日何曜日？今日何曜日かも分かんない生活してるからね。だからサラリーマンの人がいっぱい歩いてたから、多分平日だと思うけど。よっしゃ、来た。月曜か。まあ、忙しいやみんな。まっすぐ歩いて海行くわ俺。あ、じゃあトロ遺跡。へえ、弥生時代と縄文時代の遺跡。はあ、はあ。夜入れるの？夜入れるの、そこ。大丈夫かな。まあなんかね、疲れてきたな。弥生時代か。なんか海は遠いの？ゆうあちゃん、海はどれくらい遠いの？海。うわ、猫だ。猫カフェだ。普通の喫茶店に猫がいる。本当の猫カフェだ。あ、痛い痛い痛い。ていうかね、静岡寒い寒いって言ってるけど、めちゃくちゃ暖かいよ。
うん、海結構大変か。そうか、ちょっと Google マップ起動してみるわ。ちょっと待ってて、マップいや、行けるっしょ。行けるっしょ、海。行ける行ける、絶対行ける。そんな遠くないよ。そんな遠くないよ、絶対行けるよ。絶対行けるっしょ。え、これもう本当にまっすぐ歩いてるけどいいのかな大丈夫これ。あっちの大通りじゃなくていいの、ゆうあちゃん。まっすぐでいいのかな。寒さに強いけど、いや、あったかい。東京の方が全然寒いよ。全然あったかいよ。パーカー一枚で。俺、だって今日 T シャツでも過ごせるもん。え、これ大丈夫？この道。本当にこれまっすぐでいいの？え、本当に大丈夫？大通りじゃなくていい？あの、なんか、駅くぐり抜けたサイゼリアの通りまっすぐ歩いてるけど。まあ、変に歩くよりいいか。大丈夫これいや、いいよ。俺の静岡のイメージになってきたね、うん、俺のイメージに近くなってきたね。いいよ、こういうのを待ってたんだよ。電波ある？大丈夫？電波ある？いいよいいよ。居酒屋みどり、うわ、おしゃれサロンあるよ。うん、電波あるんだ。静岡電波あるんだ。住宅街入ったな。これ大丈夫か、本当に。うん、静岡市、ほら、中田一丁目、駿河区って読むのかな、中田一丁目だよ。うん、海を目指して今歩いてるかっこいいでしょ南の方向へ向かって歩いてるんだよ。うんうんうん、大丈夫？いや、俺歩くの忍者って呼ばれてんだもん。解放とか知ってるけど本当に早い。一人一人一人旅ですよ。一人一人歩くの早いっしょ俺。だから1時間もかかんない。多分30分40分で海着くと思うんだよね。そう、歩くの早いんだよ俺。めちゃくちゃ早いよね。なんかのんちゃんがね、いつも置いてかれるんだよ。だいたいね、3秒歩くともう離されて。いや、めっちゃ早い俺。のんちゃんがいつもかけっこで追っかけてくるの。真っ暗、俺の静岡のイメージになってきた、うん、真っ暗ね、精一杯だよね。俺の中では普通なの。早歩きをしてるつもりないの。もっと早く歩こうと思ったら競歩になるの。だからね、成田がもう、だってこの足で、あの最寄り駅まで30分かかんの。35分40分とか。だから俺の感覚はおかしいんだと思う。ほら、車のない母子家庭だったから、母ちゃん免許持ってなかったから、自転車か歩くしかなかったのよ。だから、まあ、どっか出かけるかっつったら、もう歩いてもう30分歩くとか平気なの。逆に東京の人がね、すぐタクシー乗るのびっくりするんだよね。歌舞伎町行くのにタクシー乗る人とかいるからね。うん、いや、誰かにパフェありがとう。パフェ、そうそう、ありがとう。そう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 、歩くのは好きなんだよね。
パルプの大好き。店舗あるんだこんな住宅街で。へー、 Wi-Fi 整備されてるんだね。ここは意外だな。 LTE しか通らないと思ってたから、アドバンスモードで通ってるから。そうそうそう、ひたすらまっすぐ歩いてる、ひたすらまっすぐただ歩いてる、黙々と。セブンイレブンが見えてきた。はいはい、行ってらっしゃい、頑張って。目の前にね、右手にセブンイレブンが見える、看板が。あ、多分セブンだよな。静岡年金事務所、年金機構が今通り過ぎてるね。静岡年金機構で、目の前がセブン。空広いな。っていうか、なんか静岡ってお茶屋さんとかあんまないんだな。なんか思ってたより都会すぎてがっかりしてるよ。なんか普通に都会だな。なんか名古屋行った時も、だから俺が静岡のイメージってちょうど名古屋のイメージだよ。これくらいの都会なんだろうねって。名古屋大都市でびっくりしたもん。名古屋普通に高速道路走りながらこんなにすごい栄えてるんだと思って。でもなんだっけな、都庁の職員って何万人いるんだっけ。あの都庁の建物あんじゃん、あん中にね、なんだっけ、都庁の職員で誰か人数検索してくんね。都庁職員でびっくりするんだよね。10万人ぐらいいるんじゃなかったっけ。よく床が抜けねえなって思うもん。なんで床抜けねえんだみたいな。床抜けるだろこれみたいな。まだ電波ある？もうそろそろ電波なくなんないかな。うん、アピタっていうのが見えんの。このセブンイレブンはまだかな。なんとか通り、 SBS 通り、ハードストック、なんか大通り出たな。セブンイレブンでハードストックっていうなんかわかんないのが見えてきた。これ大通りだな。ウェルシア、アピタ、なんだろう。はセブンイレブンが後ろに見えるけど、まっすぐ行っていいの。まだハードストックだって。まだまっすぐね。 OK、 いい。もうちょい先ね、まだ大通りがあるんだ。ハードストック静岡、うん、まあ、ひたすらまっすぐ歩こう。中田2丁目だ、うん、静岡ってあれだっけ、荒野が出身だっけ静岡確か。違うっけな、荒野静岡じゃなかったかな。えぐいでしょ数。あの建物の中に16万人が毎日働いてんだよ。ビビるでしょ。だからもう田舎の年ぐらいのレベルの人間をあの建物の中に詰め込んで働かせてんだよ。意味がわからないよな。俺ね、そういうなんかね、数字を見てびっくりすることって結構あった。うん、あーちゃんまんが出身なんだ。本当に本当に何もない佐野が生まれた町だね。うん、
いいよね。え、今はね、ちょっと待ってね、今はこれなんて言うんだ、今はどこだろうなんて言えばいいんだろう、ダメか、中田2丁目っすね。ジョースターさん、中田2丁目って書いてある。中田2丁目、海やっぱ遠いかな。でもね、かすかに海の匂いがすんの、かすかに。なんか変だなと思ってたんだよね、かすかに海の匂いがするんだよね、これ海が近いぞみたいな。まあこんなところ歩く配信者いないだろうね、多分超地元民しか歩かないんだ。そうそう、でもやるんだよそう、根元系。ちょっと待って、鉄棒低すぎるんだけど、いくらなんでも。あーダメだ、映像暗すぎて使えねえな、やっぱスマホはダメだね。なんかさ、スマートフォンの画質が最近ね、もう見れなくなってきた。アルファの画質に慣れてるから。どうする？暇だから海行く？暇じゃん。どうせ街中いたってさ、やることないでしょ。いや、着いたのがさっきだからだ。3キロか、余裕じゃん。3キロぐらいか、こっから3キロ、駅から3キロじゃなくて。でも3キロって俺ランニングで走ってた距離だからな、だから東中野ぐらいの距離でしょ。いや全然余裕だよ、3キロだったら、なんかでもロマンチックでよくない？海で一泊って、なんか砂付近みたいな、俺の求める旅人像に、中田2丁目から3キロかね、思い出すよね。まだ電波あるんだ、なんかこうさすらってる感がいいじゃん、さすらってる感が。まあ歩こう、まあ海まで行ってもいいし。え、トロ遺跡って何があるの？なんか見応えあるもんあんの？トロ遺跡、うわーみたいなのある？トロ遺跡半端ねーみたいなのあんの？そう、感動する？トロ遺跡真っ暗だかんな半端じゃなく暗いかんな。よまあ多分俺の予想何にもないんだろうな、何これっていう感じなんだろうね。寝起きっつうか電車の中でも寝てたからな。歩くの楽しいよね。
下田までどうやって行こうかな。なんか半島の形になってて一番下なんだよ。でも取りに行く価値あるような気がするんだよね。カズも行ったんでしょ。何年ぐらい前に行ったの、カズは。やっぱ東京とかってさ、誰でも人がいっぱいいるから誰でも撮ってるから、もう俺つまんねえんだよ。人が撮ってるものじゃないものを撮りたいんだよね。3年前か、結構最近だな。旦那さんと行ったのかな、デートかな、うん、3年前か。徒歩配信思い出すな、確かに。静岡って有名人、誰が有名人、静岡の著名人ってどんな人だろう。静岡銀行、そうだね、トロ遺跡。てかまず入れるのかって話だよね。清水銀行っていうなんか地方銀行にぶち当たったな。清水銀行、あ、ちょっと足痛くなってきた。清水銀行、パートナー、ラーメン屋だな。これもでかい道路だね。清水銀行だね。ラーメン屋の前にいる。渡るか。寄ってこや。パートナー知ってる？何の店これ。パートナー、成人服のレンタルか。成人服のレンタルって書いてある。近い？トロ遺跡どうだろう。公園みたいになってんのかな、トロ遺跡は。どんな感じなんだろう。遺跡、矢尻とか出てくんのかな。地面掘ったら矢尻とか出てくんのかな。なんかこの辺高級住宅街っぽいな。この辺さ、今俺がさ歩いてるところ、ちょっと静岡市の中でも高級住宅街でしょこれ。なんだろう、中谷2丁目抜けたところ、ちょっとね家が新築っぽくなって、なんかねちょっとね新しく建ててる感があるね。ちょっとこう、あれ。ふざけんなよお前、トロ遺跡これだろう。お前ただの原っぱじゃねえか、お前ふざけんなよマジで。これだろう。
こんなの写真にならねえよ。これただのこれじゃないの？え？まあそうだよね。あ、違うわ、畑だったわ、田んぼだった、多分バス乗り場？ん？なんか通路が公園になってるんだよね、ずっと通路が公園になってて、バス乗り場、あ、これ畑だ、田んぼだ、田んぼ、あ、あった、パートナーの前にいるわ、今パートナーだ、あれがパートナーね。パートナーの前です、今。はい、ワダツ、ハピネスさん、ワダツ、パートナーについてよ、パートナーに。畑が出てきたな。介護施設、介護施設、パートナーしかないね。今左手にパートナーが見えてる。ゆらりって書いてあるね。コンディショニングゆらり、なんだこれ。パートナーの前だね。介護施設、介護、どこだろう。ゆらりしかないよ。これゆらりでしょ。ヘアサロンなんだ、ゆらりは。ロイヤルヘッドスパとか書いてあるけど、介護施設どこだろう、見当たんないな。寒い、寒くない。何分歩いてる俺。わあ、車だ、引かれる。え、トロ遺跡は？で、結局ちょっと待って、トロ遺跡？まっすぐね。なるほどね。ごめん、ユーアさん、ごめん、聞こえる？あ、あ、ユーアさんの言う通りだ。今ちょうど海まで半分だ。うん。いいよ、こういう子供荒らしてて。うん。今半分ぐらいだ、海まで。今半分か。ちょっと遠いな。どうしよう。今半分か。本当に1時間ぐらいだね、多分ね。どうしよう。ちょっとまっすぐ。海の方に？マジで？この時間入れんのかな、民宿。民宿あんの？海の方。どうしよっかな。どうする？トロ遺跡で引き返すか、海行くか。民宿全然いいね。民宿あんの？てかこの時間から入れんの、民宿。いいね。いや、子供こんな時間にあれか、夜泣きか。まだそんな、まだ小さいのか。子供あやさないといけないな。
麻雀ドリーム竹林、一品料理竹林。あ、なんかでっかい道路見えたな。なんだあれ、高速道路かあれ。あ、足疲れてきたな。さすがに乳酸が溜まってきたよ、乳酸が。なんかね、高速道路っぽいのが見え始める。これ車だったらパーッと速いんだけどね。うん、あ、まあ全然いいよ、入れなくても。熟睡したいよね。まあまあ、カズも赤ちゃんの頃お母さんにそうやってたわけだからね。そう、お母さんあるあるだから。寝たいよね。寝たいよね。赤ちゃん泣くのが仕事みたいなもんだからな。何歳ぐらいからね、手がかかんなくなるんだろう。何が羨ましいの。何が自由人で、俺は俺で苦労してるんだよ。普通に生きてる人が一番立派な人間なんだって。私も案内したいけど、駅北だから遠すぎて。さっきあれだよ、だから駅の北の方にいたよ。あの、なんだ、イルミネーションとかのところにいた。うん、まあ今からだと遠すぎるよな。車だとね、もう15分ぐらいでバーッと追いかけられるんだけど、うん、さっきリヤドすればよかったのに。ぼったくりステッカー売りつけられるところだったよ。まあ、車とかだったら追いつけるだろうけどね。よいしょ。海どうなんだろうな。いや、ほんとなんもねえな。ほんとなんもねえな。大丈夫かなこれ。不安になってきた俺。あ、てか、やばい、うんこしたい。静岡県民の皆さん、ここでうんこしていいですか俺。うん、このこの高架下にうんこしていいですか。うんこ、きつめ跡残してっていい。のぐそしてって、あの静岡県民リスナーがリア突していくように俺の分身残しておこうか。やべ、うんこして、いやほらリア突したいっていう人がいるから。ここ和戸さんの体が、和戸さんの子供がいるって言って、うんこですよ。トランクルーム、なんとか遺跡、まだもうそろそろ着くんじゃないの。そうだね、新宿のファミリーマートと弁当屋さんとセブンイレブンと吉野家とすき家でできたうんこ。
うん、なんかノロ遺跡、酔っ払ってたからノロ遺跡とかいうのに勝手に歩いて行っちゃってるんだよ。で海に行こうっつってたけど、海まで1時間かかるよっつって心折れてんだよね今。だから駅からひたすらまっすぐ歩いてる。アホでしょ。駅からただただまっすぐまっすぐ歩いてる。うん、不健康だよね。でも最近ね、鉄分と亜鉛とビタミンのサプリメント3つ飲んでるから、ディアナチュラ、うん、ディアナチュラ取ってるから、なんかみんなが鉄分取れよって言うから。もう30超えてくると体のあちこちおかしくなるね。メモリアルハウスラビュー静岡だね、ここは。ラビュー静岡、ああサラダね、うん、サラダね、うん、え、ああ嘘でしょ、トロイ遺跡俺通り過ぎたの海行こう、もう海行く、頭きた。え、遺跡より海の方が近いの今。え、なんでトロ遺跡、トロ遺跡をどこ行ったの。俺トロ遺跡に行きたかったのに、なんで俺海、もういい、頭きた、海行く、うん、え、電波ある、バリバリある、こんなところまで電波通ってんだ。静岡電波いいな、電波全く問題ない感じ。だって給食センターって書いてあるよ、うん、学校給食センターだって。マジか、何だったんだろう、学校給食センターだって。足疲れた、ぬるぬるなんだ、うん、俺が今いるのはわからないまっすぐ向こうの方角が行き、あそこに駅があって、ひったすら南へ南下してるっていう感じで、どこに向かってるのか、何を目的なのか、何一つわからないままひたすら歩いてるね、はい、僕は今海に向かって歩いてるっていうめちゃくちゃかっこいい男ですね、はい、公園だな、ひたすら海を目指してます僕は。海岸とかな感じなのかな、どういう海なんだろう、何系の海なんだろう、ビーチ、海水浴とかできる感じ、まあ一回行ってみればわかるよな、当たり外れあるっしょ。そうだね、のりこはね家から出ないからうん、嘘、西島から西脇まで行って、西島って誰、西島ってどこ、ええ待って、ええどういうこと、ゆうあさん近いの、トロ遺跡、今なんか公園だね、引き返すよ、じゃあ、ん？ん？西島がなんだかわかんない、西脇もわかんない、まっすぐ戻るの、まっすぐ進むの、駅の方に戻るのかな、進むのかな、どうするんだろう、戻るか進む、 OK 進むね、まっすぐ進むよ、え、まだじゃあ全然海近くなくない？ちょっとマップ見てくるわ。よいしょ。
とさ、延長します。延長します。ちょっと思ったんだけど、みんなさ、あの静岡にさ、湖みたいなさ、川ない？あれって絵になるんじゃないの？なんかマップ見たら、そう、まっすぐ進むだけ。で、まっすぐ進むの強者だから。そう、右か左かまっすぐか後ろかしか分かんないから。っていうかさ、あの川みたいな湖みたいな川ってどうなの？でっかいやつ、中学校の前にあるやつ、あれすごいなんかいい風景じゃないの？なんかマップ見たらとんでもなくでっかい湖と川みたいなのがあるんだけど、あれ何？あれなんかいい絵が撮れそうな気がするんだけど、それ地元民しか分かんねえかんな。地元民ってさ、あの見慣れた風景だから綺麗なのかどうなのか分かんないんだよね、それが。はあ、うんこしてえな。でももうだいぶ海近いじゃん。だいぶ海近い。ってことはどっかを右に入るのかな、これ。あ、安倍川かどうかわかんねえな。うんこは反応するんだな、ノンラブな。子供か。子供ってうんこって言うだけで爆笑するからね。疲れた。結構歩いたぞ。52分歩いてるかんな。酔っ払ったまま52分歩き続けてるからね。あ、海の匂い強くなってきたよ。海の匂い強いよ。いい写真撮れるかな、撮れるかな。いやだけどね、月が高いんだよ、月の位置が。だからね、画角的には多分ね、月に、海に月を入れるっていうのは不可能だね。ちょっと遅い、月を入れるのには遅すぎる。この広角レンズじゃ、あれなんか道が分かれてんな、どっち行きゃいいんだろう。右かまっすぐかだな、これ。あれどっちだ、この川、川、これまっすぐか。なんだこれ、川まっすぐだ。海行こう。あ、川じゃねえか。なんだこれ、川だよな。川だ、川だ、川が、あ、綺麗、川、あ、綺麗、結構大きい。あ、鶴がいる、なんかいる。あ、飛んでった、鶴だ。え、鶴いる、鶴でしょ今の。飛んでったわ、鶴いるの、鶴っているの。え、こんな住宅街でいいの、大浜公園？大浜公園？ただ俺はまっすぐ歩いてるだけだけど大丈夫かな？え、なんか住宅街だけど大丈夫本当に？あれ、公園が見えた。ん？これが大浜公園？なんかドラえもんの土管みたいなのあるけど、これ大浜公園？これが大浜公園？これ大浜公園で合ってる？これ。これ？あ、うん？うん。ドラム缶。
ラクダがいる。ボールを当てないでください。うん。Google マップで現在地わかる。ちょっと見てくるね。下島公園って書いてある。下島公園だって。今俺がいるところ。下島公園。神社だ。下島公園と神社が。うん。うん。要は駅からずっとまっすぐ歩いてきた。で今下島公園を出た。俺もよく分かってない。ただの酔っ払いだから。150号線、150号線か。ありがとう、たこ焼きありがとう、ボーナスありがとう、サンキュー。このチリも積もれば山となるんだよ。アイテムありがとう。じゃんじゃんアイテムください。狂ってるぐらい投げてくださいね。はい。ホストクラブワードを開こう。まあ、ただ酒飲んで歩いてるおじさんだけどね。よいしょ。本当にひたすらまっすぐ歩いたな。なんか出てきた。海の匂いするな。お願いします。下島公園にあった。マジか、マジか。今2本目の川にぶち当たったね。2本目の川。いや、海行こう。とにかく海行こうぜ。あ、磯の匂いしてきた。いいね。磯の匂いしてきたよ、みんな。あれ、なんか、あ、すげえ、ほら。公衆トイレないよ。ここでしょ、この公園でしょ。ないよ公衆トイレ。ないな、トイレないね。ないな。今俺の目の前に公園あるんだけど、ないね。てか画面暗っ。まあ光がないもんな。松風公園っていうのがあるんだ。お、これもうこの道路越えたら海じゃないの、もしかして。なんかそんな気がすんな、作り的に。あの互いになってるから。よくまあまっすぐここまで歩いたな。何キロ、5キロぐらい。結構歩いたよね。5キロぐらいか。さあ、いい絵が撮れるかな。いや、よく歩いたよね。1時間歩きっぱなしたもんね。
やっぱあれだね、ゆうあちゃんの言った通り1時間だったね、歩いて。よく歩いたな、アホだな。よいしょ、これ海でしょ多分。よし、これを渡ったら6車線ぐらいあるから海だと思うんだよな。この場合、うん、さあ見てみましょうか。てかもうこうなったら明け方まで粘ってもいいかもしんないよね。え、どうやって、何も見えねえな。あれ、どうやって入んの。え、え、あー海だな多分。どうやって入んだこれ。あ、海あったわ。到着です。ちょうど1時間。え、海どうやって入んの。入れないんだけど。え、海入れねえ。ふう、あ、うんこしてえな。あ、マジでやばい、うんこしたい。どうしよう。いや、マジでうんこしてえな。え、コンビニとかやばいぞ、これ。これやばいぞ、マジで。最大のピンチ迎えてんじゃん。うわ、うんこして、どうしよう。え、これどうする？コンビニとかあんのかな？浜川公園？うん。いや、だってペーパーがないじゃん。手？手なのか？手なのか？さっきからへが止まらないもん。手なのか？手か？マジか。あ、ギルギル言ってる。やばいやばいやばい。やばいぞこれ。パンツか。やばい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 。うん、あ、腹がやばい。これ本域のやつだよ。やばいやばいって、やばいって、コンビニが見えないよ。まあいいや、海行こう。あ、ブって言った。いや、あ、ブって言ってる。やばいこれ。いや、ペーパーないかな。どうだろう。海着いたよ、みんな。真っ暗だけど。あ、海だ。野ぐそか。うおー。あー、こういう感じか。あ、いや。あー。いや、ちょっと写真撮ってみるか。何にもない海だわ。何にもねえ。え、これどうなるんだろう。え、これ海で何にもねえ。あの、見事に何にもない海だわこれ。え、どうするこれ。あのね、面白いぐらいに何にもない海だね。ただ海が広がってるね。夜景も何もないね。海でうんこ神回する。え、何これ、何にも。あ、でもね、雲が半端じゃん、綺麗だから。あ、なるほど。あ、これでもね、すごいのが撮れるかも。月撮るか、満月の。どう思ってこう、この写真。あのね、俺今日一つ学んだことがある。下調べをしないとダメ。無計画はダメだわ。うん、勉強になった。ただ歩いて海に行けばいい絵は撮れないね。え、ていうか電波あるんだ。ちょっと写真シャッター切ってみるか、せっかく来たから。何にもねえわ。何にもね、当たり前だけど、やっぱ俺体感主義者だから、電波バリバリ？もしかして。
静岡やばいな、海まで電波バリバリってそんなにないの。これ結構すごいよ、あの海で電波バリバリは。でもねこれね、うまく構図さえ作ったら結構面白い絵になるかもしれない、かもだけど、わかんないけど。ペーパー差し入れ来てくれよ、静岡県民、車出せる人、車ある人、ちょっと俺にトイレットペーパーをマジで頼む、本気で。車持ってる静岡県民の人いませんか。ちょマジでうんこ漏れるよこれ、あのネタシャレになんないよ本当。静岡に俺のうんこが、いや葉っぱって言っても写真撮りたいしな。でも葉っぱはなくねえか、葉っぱどうなんだろう。ちょっと今シャッター切らせて、あーちょっと待って、これうまくいくかもな、ちょっと待ってね、これ下手したらうまくいくかもしんない。今シャッター切ろうか、ちょっと待ってね、うん、彼氏になんて言うの、ワドツが、ワドツが彼氏なんて言うかだよねワドさんがうんこ漏れそうなの、はぁだよね俺バイトから帰ってきたばっかりなんだけど、はぁって感じだろうねワドさんがうんこ漏れちゃうの、あーこういう感じか、満月でこういう感じか、うーん、ちょっと攻めたことやろうかな、ちょっと攻めたことやってみようかな、ちょっと攻めてみるわ、攻めてみようかな、シャッターカチカチに、え長路口でシャッタースピード、あれあっ、どうやってやんだっけ、長路口でシャッタース、ちょっと待ってね、長路口、どうやって撮るっつったっけ、満月フルムーンで、シャッタースピード200の磯上げだっけな、磯勝ち上げても、いや磯、いやうんこしたいんだよね、あれどうやって撮るって言ってたっけ、 X さんじゃない、アルファさん、ISO、シャッタースピードを上げて、勝ち上げて、あーやべえ、X さんいねえから分かんねえな、あー、X さんじゃない、アルファさんが教えて、あれ、どうやって撮るんだっけ、いや、もう、うんこ漏らしてでも写真撮りたいから、今、ちょっと待って。漏らすのなんて怖くないから、全然怖くないから、うん、いやいやもう俺こっちは写真撮りに来てんだよ、うん、どうやってやるっつったっけな、なんかね月の撮り方があって、月の撮り方があるんですよ、月の撮り方が、シャッタースピードをどうするこうするがあったんだよな、覚えてねえな、うん、漏らすのなんて怖くないよ俺、全然怖くないよ、もう人間やめたんだもん、なんて言ったんだよ、そんなうんこ漏らす以上のことずっとやってきたからね俺、全然怖くないよ、ちょっとこれ無理かな、タイムラプス、あー弱いな、うーんちょっとね微妙、ちょっとっていうかかなり微妙だね、これはちょっと厳しいな、
ソル4000まで上げてプラス2イソ4000でプラス今撮らせていろいろ試すわ。ただね、ちょっと光源が少ないから無理だね。無理。あーこれひどいわ。あのね、正直言って写真になってない。いや、うんこは漏らしても構わないよ俺は。俺全然怖くねえから。誰だと思ってんだよ俺のこと。怖くねえかんな。スローシャッターでもちょっと弱いね。うん、ちょっと無理だなこれ。いっそ640、500、440、ちょっとこれ、ちょっと暗いすぎて成立してないかな。テストでシャッター切ってるんだけど、ね、何もない海だからで月明かりしかないの。正直対象物がなさすぎてシャッター30で切ってるんだけど動くものがない。うん、あいつ儲かってるよな最近な。ああちょっと待って、あどう、ああどう思う。ちょっと面白くはないんだけど絵的に。小旅行だと海岸のなんか変な感じっていうか、まあここまではいけるな。これだからうまく絵作ったら反対側撮ってみるか。ねえ、空だけじゃなくて、ちょっと待って、これうまく撮ったらいけるかもしんねえぞ。ちょっと頑張ってみるか。ちょっとここなんて言うんだろう、ここなんて言うの、ここどこ。あのね、どこですかは多分ね俺が一番分かってない。どこ。あれちょっと待って、これいけんじゃないのもしかして。うん。うんこ漏れそうな男です。ここどこだ。ね、海だね。酔っ払ってたどり着いた海にいます僕。うん、ねえ、どうすりゃいいんだろうね。え、何海岸、何海岸、高松海岸。いや高松海岸、あのもしマサさん車を出せるのであれば、うんこ、うんこをさせに僕を車で迎えに来てもらって。無理っすよね、嫌っすよね。あの分かってますよ、はい。もし僕今うんこマジで漏れそうなんですよ。あのおでんと焼きそばとちょっと僕のうんこを助けてほしいんですよね。今本当にやばいんですよ、結構マジでやばいんで、あの俺のうんこを助けてください、もしよかったら。うん、車の中ではしないけど、ちょっと待ってこれ、うん、いやいやいや。いや来て、いやうんこ送迎だよ本当に。
いや来ないかマサさん。いや誰か、うん、俺のうんこを救いに来て高松まで一生の思い出メモリー。いやカレー王さん来てほんと、うん、いや本当に来てくれんなら本当に来るの東京から行きます行きます、うん、え、ちょっと待って、このタイムラプス使えるかな、どう思うこの構図で。え、これもしかして使えるか。誰もいない海岸を幻想的に撮ってみたんだけど、これ構図絞り込んだらいけんじゃねえの、もしかして雲とか半端じゃなく綺麗に映ってるよ、ほら。え、これ行ってみる、ここで4時間ぐらい頑張って粘って撮る。30秒のタイムラプスめちゃめちゃ厳しいけど頑張る。これこれいいんじゃない、意外と。どう思うみんな、海岸沿いの海の雲のタイムラプス、どこれ30秒のタイムラプスって何分かかるんだ。え、これ撮る、粘る、うん、三脚あるある。いやー、ここで粘るのか。うんこは確実に漏れるよ。でもちょっと待って、充電あるかな。え、ここで撮る、記念に朝まで。うんこはちょっともう限界かな、俺の経験上。もううんこは漏れるな、これ。電波は充電、充電はギリギリ。じゃあ誰もいない、誰もいないからで30秒シャッターなの。 これ行ってみるか。トイレ近くにないんだよね、何もないんだよ、うん、それか、あの、まあまあ悪くないな、悪くないな、これ雲ダイレクトに捉えられるから悪くないよね、この写真ね。悪くないよ、全然。え、どうしよっかな。もうあれも出てないよね。のぐそ、いや、もう、ちょっと待って。いや、悪くないと思うんだよな、これ。ノイズも走ってないし。え、どうしよう。え、じゃあ、静岡のリスナーさん、の車待ちながら写真撮る。うんうん、そうね、お母さんね。どうしようかな、これちょっと頑張れば悪くない絵になりそうな気はするんだよね。構図を作り込んだら、ちょっと待って、構図を作り込むわ。これで固定してアップに、これくらいかな、引きすぎてもダメだし難しいな。30秒超露光で、位相をこれ作り込みが難しいぞ。どうすっかな。ブルーに寄せるか。うん。ちょっとブルーに寄せて今度は撮ってみるわ。誰かトイレ。誰かトイレ。うんこはどうしようかな、マジで。マジで俺静岡の海岸でうんこ悩むとは思わなかったかな。あー、タイムラプスは多分いけるね。
行ける構図を作り込んだら雲取れてるから、ただこの角度が正解なのかな、これうん雲映り込んでるから行けるけど、ちょっと光が当たってるんでしょう、光のないところ、ちょっといろんな角度試してみるわ、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、光がないところを映すと、あ、真っ暗だ、月、どうしよっかな、これもうちょい寄った方がいいのか、これ寄って月明かりがなくなったらもうアウトなんだよな、月明かりっつうか、これだからもっと左に寄るのか、うんちょっとなんて言うの彼氏に彼氏になんて言うのか気になるよね窓つがうんこ漏れそうなんだけど助けてあげてってはってなるよねどういうことっていう、角度、画角、角度が難しいなこれ。いやこれむずいな、煽ってみるか、これ煽るとかそういう問題じゃないと思うんだけど、なんか根本的な対象物がないから、まあでも雲をダイレクトに撮るっていう発想的には何もないのは好条件だから戻るか海亀の産卵は取れないあ求む定期ありがとうマジで求めてる、あー煽るとこうなるのか、あこれかな、あ分かった、くっそ煽、あ来たかも、あれ来た、これあ、これか、ちょっと待って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 、あれこれじゃない、うんこれをこれをどうしよっかな、あ、そういうことか、おう、こう、あ、こうするとこいやだから違う、カメラをやってる、カメラマンだよ君たち、キャメラマンだから僕、あ来た来てる、あこれをこうしてこう、ああ、ちょっと待てよ、これねうまく構図作ればなんとかなるかもしれないな、ただメッセージ性をどこでどう出すのかっていう構図をもうちょい下がるか俺が、何これ、ああカメラの機材じゃん、これでどうだろうな、おかえり、どうだった今日、これで行くか、ちょっと待ってね、この3暗い、いや何もない海にいるかんね、超暗いよ、ただうんこ漏れそうなんだよね今、っていうか静岡県民リスナーリア凸なし今日、いいのワードを着てて、リア凸いらない感じ
30秒のシャッタースピードどれくらい撮れるんだろう。こうなるのか、こうなるか。要はね、暗いからね見えないんだよ、シャッター切らないと。今撮れたのがこんな感じなんだけど、って感じだな。もうちょい右に振った方がいいのか。右に振ってみるか。ちょっと待ってね。右に振って、右に振って、右に振って、そうすると海が入らなくなるような気がするんだよな。いや何もなくて雲があるから、いや違う、何もなさすぎて困ってんの。要は角度が難しいな、絵作りが。で一回切る、シャッター切るのに30秒かかるから失敗できないのよ。角度決めたらもう4時間ぐらい粘るから。今シャッター切ってるんだけど、でこれで雲がガーって動いたらかっこいいかもしんないよね。まだこれ1枚のシャッター切るのにこんだけかかるんだよ。これは映画は撮らないよ。こんな感じか。もうちょい下かな、画角。もうちょい下かな。だから鉄塔が見えるか見えないかぐらいかな。もう一回、もう一回、もう最終調整に入ってきてるね。普通に綺麗。ありがとう。よっしゃ、これで、これでこうかな。で色の最終調整をしよう。色を作り込みます。今度は赤っぽくするか。ん？何がやめてな。さっきの青が強かったから、もっと淡い緑にしたいんだよな。これくらいか。あーていうかカメラの電池が持たないか。カメラの電池が持たないかもしんない。頑張るよベンツさん、ありがとう。待って、うんこ漏れそうっていうタイトルに変えていいですか。ちょっとマジでリア凸募集していい、車出せる人。これマジでこれあの本当のピンチだから。これがこの構図どう、みんな。これがいいんじゃない、これ。これどうで、夜と雲の動きが出るからどう、これ。これで撮る、これで、これでいく構図。多分ね、このこれがベストかな。どう思う？これだと雲の動きもちゃんと入ってるから、これでいこうか。ちょっとね、計算、タイムラプスの計算するね。ちょっと待ってて。
あのさ、誰かさあの川があるじゃん。川ってどうなのか教えてくんない？川って明かりある？あ、わかった。移動するわ。わかった。川が明かりなんだ。光源なんだ。川明るいでしょう、多分。どうしよう。川行かない？川。ライトが、あそこの川が多分、どうなるんだろう。どう、移動した方がいいのかな。じゃあ、あのね、川と海が隣接してるんだよ。こっから行った方がいいのかな。あの川ってどうなんだろう。ここで撮るか迷うんだけど、どう思う？ここのポジションで粘った方がいいか。川の方に行くのか。ここでちょっと待って、もう一回ラプスの計算するわ。ラプス30秒。ここで3時間かかるって出てる。ここでシャッター切ると3時間動けないって書いてあるんだよ。ここで3時間粘ってうんこ漏らして綺麗な写真撮るか。要はこの写真がね、ガーって動くの。この写真が、雲だけがブワーって動く絵を撮るか、3時間かけて、それか移動するかで迷ってる。3時間でここブワーって雲が動く絵を撮るか、どうする？それが移動するか。この絵のこの空の雲の部分だけが動きまくるの、どう思う？この雲ね、この雲が動きまくる絵を撮るか、3時間かけて、どうしよっかな。どう思う？みんなどうする？誰も何も言ってくんねえな。これは西に向けてる。これ西、多分ね、海、寒くはない。むしろくそあったかい、こっちだから寒さは大丈夫なんだけど、うんこは漏らす。それか川。なんで東向き変化ある？なんで東向き変化あるか。なんで東になんかあんの？それなんでか教えて。じゃあ、あのね、東に向けても光源がないの。町の、いや、太陽上がるまで待たない。あのね、要は何が言いたいかっていうと、光源がないから拾えない。雲多め、雲はバッチリ。そう、街の明かりの反射で雲が映ってんのよ。だからこっちの向きしか取れない、簡単に言ったら。じゃあさ、ここでさ、静岡リスナーリアトツマチをしながら、3時間粘るっていうのどうすか、作戦。うんこを漏らすのが先か、リスナーさんのリアトツが先か。それどう？こんな感じの絵、映像的にはこんな感じ。雲はがっつり入ってる、ほら。この雲がバーバー動く感じだね。
どう？4って何？よし、じゃあ枠のタイトル変えるね。枠のタイトル変えます。じゃあ皆さんお疲れ様です。枠取り直します。